ヤンがスルーパス、カラクボがいます。これも勝負で、ね、中に入る。さあ1対1、カラクボはふわりと浮かせてファーサイド、ヤンへのボール、モテキがフリーでシュート、決まった、モテキの先制ゴール、今シーズン初ゴールとなりました公式戦、モテキです。ここは最後シュート、ギャンが打たせてくれたと言ってもいいでしょうかね。そうですね、まあ、リャンの2列目が飛び出し、まあ、ここですよね、このリャンのスルーパス、ね、非常に良かったですよね。そこでガネクボが、ね、中に入って、このパス非常に良かったですね、浮かして、ね、意外性があって、はい、トラップして、最後はリャンがそこは浮かせて、ね、より確実性の高い選手に、最後は右足モテギが振り抜いて、先制はベガルタです。素晴らしいシュートですね。ホームの仙台がまずはこの試合先制点をもぎ取りました。嬉しいですね、モテギ選手ね、はい、